お世話になっております。岩名人の尾藤です。キャプチャーワンの使い方講座第3弾、なんかもうタイトルの名前が変わってる気がしますけど、気にしないでください。今回は老現像のやり方です。これも超簡単です。ということで、パソコンにカメラをつないで写真を撮る、そして撮ったデータにエフェクトをかけて、そのエフェクトを次の写真にもかけ続けることができるっていうところまでやりました。今回はあのかけたエフェクトの効果をそのままにした状態で現像するやり方をやります。って偉そうに言ってますけど、別にほとんど僕は何もしなくても大丈夫なんですけど、やってきます。これが前回撮ったゼータです。まあ、全部同じ効果がかかってて、色が元のデータに比べてイメージしやすくなってます。クライアントさんとかモデルさんとか、まあ、自分も含めてですけど、この時に作った色でイメージを共有しているので、基本的にはもう色はこのままで僕は納品します。やり方解説します。セッションの左上のところにあるこの歯車マークを押します。ピッ。これが現像のところなんですよね。じゃあまず現像レシピのところでプラスマークを押して名前つけます。ナビトン。フォーマットを、まあ、何でもいいんですけど、 JPEG、 クオリティを75、スケールっていうのはサイズなんで、長辺を9000とかするか。はい。で、出来上がりました。この現像場所を保存先変えれるんですけど、まあアウトプットってところにしときましょう。最初に作ったセッションフォルダの中にあるアウトプットです。現像したいやつを全部選択します。で、俺はもう最初から最後まで全部現像しようと思ってるんで全部選びます。そしたらあとはここの現像ボタンを押すだけです。ピッ。で、あとは時間が表示されるんで、この時間分経てば、全部現像されたことになります。で、今、まあ、どういう風になってるかっていうのを見とこうかな。デスクトップのさっき作ったセッションフォルダの中のアウトプットにセッション名とナンバリングされたやつがどん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 現像されていってます。こんな感じです。待ちます。はい、現像が終わりました。じゃあさっきのフォルダを開いて色を見てみましょう。こういう感じになってます。最初の方はエフェクトかけずに撮ったやつなんでそのままの色に出てますけど、後半は作った色、まあ、ちょっとした地獄みたいな色ですね。40代42歳のおじさんがカメラの方を見ながら自撮りしてる写真です。以上になります。これで一旦ワークフローはおしまいです。色のいじり方とかは、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、まあ、僕がどういう段取りでやってるかはまたどこかのタイミングで動画を作ろうと思います。ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。